東海の覇者今川義元は家康を手に入れ、都へ行くには緊張感のない義元に、いずれ天下の覇者たらん、ご意向天下に知らしめましょうぞ。尾張のうつけが相手とする、手加減無用ぞ。完膚なきまでに踏み潰してやれ。おじ様の怖さを思い知らせてやるのよ。伝令、桶狭間山にて敵への影ありとのこと。山より田楽狭間への奇襲を企てておる。ならば迎え撃つための布陣を整えねばな。今川の将たるも堂々たる戦をせよ。夢夢、敵に背を向け逃げ出してはならぬぞ。かかってまいれ。敵の奇襲に備え守りを固めておくか。田楽狭間に二打を運び入れよ。ありゃ今川勢の二打隊か。じゃあ奪ったれ。盗っ人めが返り討ちにしてくれん。抑えた砦を用いて敵を迎え撃つ支度をしておくがいい。鷲津砦と丸根砦が今川の手に落ちたか。こりゃかなわん。みんな逃げるぞ。帰りも織田勢は尻尾を巻いて逃げ出しおったが、桶狭間への道は開いた。山に潜む敵の影とやらを確かめに迷う。敵が引いた今が好機。全勝寺砦も攻め落としてしまえ。砦の守りは薄いようだ。さしたる手間はかかるまい。
桶狭間山に敵が潜んでおったか。狙いは奇襲であろう。早々に潰してくれるわ。ち、今川勢に見つかったか。こうなりゃ真っ向から切り込んでやるわ。吉本公とお見受けいたす。探す手間が省けたよ。その首いただいてくぞ。やめよ、この子ウヌには釣り合わぬわ。私の意志戦場に示してみせる。届き者、私が余計なことを言ったせいで吉本公には微塵も油断がない。このままでは兄上が。されど今川の将として尽くさば徳川も安泰。この目は若、腹をくくられよ。だよな。こうなりゃ俺たちの力で吉本様を天下人に押し上げてやろうぜ。まずは上々の戦果、この勢いのまま織田の羽虫どもを蹴散らしてやるがよい。敵は桶狭間山に気を取られているようだな。狙い通りだ。皆の者をかかれ。な、敵襲だと。開門。ほう、ようやく終わりのうつけのお出ましか。わらわらと鬱陶しい。湧いた虫を踏みつぶし、苦戦している者を助けてやるがよ。なに、こんなところにも敵の伏兵だと。あちこちから敵が現れおる。年家殿、織田に敵すること不本意ながら吉本公の言い立て未だならず。ごちゃごちゃうるせえな。寝返らねえならぶっ飛ばすが、どうすんだ。今は寝返ることはできません。お相手願います。参ろうぞ。親しい相手と戦うのは辛いわよね。義理堅い家康ならなおさらだけど、この戦を乗り越えれば徳川の未来は明るい。頑張るのよ家康。みんな遅れるな。手はず通り動くんだ。敵兵の動きに乱れが見える。采配を振るう織田方の将、捨ておけぬ。敵が東西に広がった今が好機。全軍撃って出よう。けよ。ここからが本当の勝負というわけね。よっしゃ、もう一暴れしてやるぜ。届き者か。これほどの兵を隠していた。頭が高いとは申せ。ハムシがいくら湧こうと踏み散らすのみよ。開門。受けよ。兄上が本気なら我らも本気で応えるのみ。そして参る。家康たち、もう大丈夫みたいね。別に心配してたわけじゃないけど。討ち死に。打ち死に。余
の前に立った不運を恨め。悔しいが、ここまでか。すごい、お見事です。世の前に立った不運を恨め。叶う相手ではなかったか。采配を振るっていたのはあの者らか。速やかに討ち取るがよい。ヒューカ、刀の錆にしてやるわ。図が高い。身の程を知らぬアホばかりよ。さっさ様も池田様も引いちまったぞ。俺たちはどうすりゃいいんだ。拙者が参ろう。兵を落ち着かせろ。浮き足立てば吉本の思うつぼだぞ。お見事と申し上げておきましょう。へへ、オイラじゃ相手に不足か。敵将、討ち取ったり。参ろうと。これはなんだか。うつけごときがいかに手を尽くそうとも、世には勝てぬ。それが乱世の断り。もはや残された道はただ一つ。俺の手で吉本を討つ。開門。参ろう。出てきおったか。皆の者、あの不届き者を討ち取れ。血を覚悟せい。参ろうと。ここが正念場だ。動ける者は皆敵陣に突っ込め。虫けらが何匹群がろうが、今川は微塵も揺るがぬわ。どれ、余が直々に引導を渡してやろう。天下無双の余事、この吉本にこそふさわしい。この首、やすやすとは渡さんぞ。切るのみ。マイロード。そらば切るのみ。この吉本に勝とうなど長子千番。世と海の力の差、思い知るがよいわ。やってみろ。必ずお前を超え。乱世の断りを壊し尽くすと決めたのだ。まだだ。こんなところで終わってたまるか。ハガキ、急速に噛まれたくなく気を抜かず攻め立てよう。
戦い。今川義元、やはり越えられぬ壁だったか。討ち死に。うつけにしては上々の戦ぶりであったが、所詮世の敵ではなかったの。ええ、さすがおじさまですわ。これで天下への道も開けましたわね。兄上、申し訳ございません。